ドジャースは11日、日本時間12日、大谷翔平との10年契約を正式発表した。初のお披露目となる入団会見は14日の午後3時ごろ、日本時間15日午前8時となる。通訳として入団が内定している水原一平さんも同席する見通し。エンゼルス時代と同じく、2人三脚で新天地に臨む。背番号はエンゼルス時代につけていた、 17、で、当日にお披露目されるだろう。大谷はエンゼルス時代の8月9日を最後に、公の場所で話していない。11月16日の MVP 受賞時は、MLB ネットワークの番組には出演したが、MVP 受賞の電話会見は中止された。本人は9日に SNS を通じてドジャース決断の発表したときに、入団会見で詳しくお話しするとコメントした。 久しぶりの多くのメディアを前にしての肉声で何を語るのか。